4月14日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホイリネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今は新型のウイルスの、病で本当に多くの人が不安と恐れとまた痛みの中にありますが、祈りの思いを持ちながら今日のリビングライフ進めてまいりましょう。本日は安息の恵みによって隣人を愛しましょうというタイトルで申命記の5章12節から21節の御言葉を一緒に読んでまいります。申命記5章12節から21節安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた御腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が命じた通りに、それはあなたの日々が長く続くようにするため、またあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の妻を欲してはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。今日読まれましたのは、出エジプトの時に主がモーセを通してイスラエルの人々に与えられた大切な10回10の戒めの4番目から10番目の戒めが記されている箇所です。最初に出エジプト記の20章にもこの10回のことが記されています。出エジプト記はイスラエルの人々がエジプトを出た最初の時の出来事が記されており、そして申命記は40年の荒野の旅を経ていよいよ今から約束の地に入るというその時にモーセが最後の召される前の説教として人々に伝えたものであります。まず安息日、安息日についてのことが記されていました。14節を読みます。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。出エジプト記の方を読んでもわかるのですけれども、この安息日の定めというのは
人を生かすため、人を休ませるための安息の日であるということがはっきりと書かれています。そして特にこの申命記の箇所においては、他者を休ませるため、あなただけでなく、あなたが働かせている人々や家畜も休むことができるようにと、そのように主はすべての人を休ませる、この安息日の目的は人を生かすということですね。新約聖書でイエス様は安息日にも病の人を癒しました。そのことはファリサイ派や他のユダヤ人にとって敵意の元となりましたけれども、その時に安息日に仕事をしないということではなくて、人を生かす、休ませる、そこに神の愛があるということをイエス様は言われたのでありました。そして出エジプト記20章の方では記されていないこの実会の第4回についての解説が15節に書かれてあります。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことで、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。ここに記されているのはエジプトからの解放、救いの出来事であります。そのことのゆえに安息日を聖とし、そのことを覚えて仕事を休んで、そして休みつつ、休ませつつ主を礼拝するようにということであったのであります。私たちは安息日に救いの恵み、誠の安息と解放を与えてくださった主を覚える日として、その日を過ごすようにとここで語られています。実会の後半5番目から10番目は隣人、他者との関係における、愛ということを教えています。実会の最初から4番目までは神に対する愛、そして5番目以降は人に対する愛です。そしてその根本に良心を敬うこと、これは単なる道徳ではありません。実会というのはおそらく特に5番目以降はキリスト教、そういう宗教に関わらず全ての人がその通りだというふうに同意するような内容だと思います。しかしこれは単なる万民共通の道徳ではなく、神様の民に求められている戒めです。つまりそれはどういうことかと言いますと、信仰なしには実行できないことですね。両親を敬うのは当たり前のこと、そうでしょう。両親を敬わなくても良いというふうに教えるような文化や考え方というものはおそらくこの世にはないと思います。しかし私たちはそれを決して簡単に行うことはできない。できていない。そのことを反省せざるを得ません。成熟した人格として、成熟した一人の人間として、両親を尊敬し、感謝する心を持ちながら関係を持つ、これはきれい事ではありません。私たちが大人になっていくときに、成長していくときに、親との関係というものが非常に問題となってくることがあるのであります。本当の意味で両親を敬おうと思うならば、私たちも成熟しなければならない。親によって支配されてきたということで苦しんでいる人もいます。両親が高齢になって自分たちが世話をする場になったときに非常に葛藤を覚える場合もあります。
そこには私たちの祈りと、また御言葉による人格の成熟というものが常に求められるのではないでしょうか。そういう意味でこの実会というのは、当たり前の基本的な誰もがうなずく内容が書いてあるようでいて、私たちが日々祈りを持って本当に主の憐れみなしには実行したり生きていくことのできないものであるのかもしれません。そういう意味で日々この実会を思い巡らしつつ、主の力と憐れみの中でこれに生きることができるようにと祈ってまいりたいと願います。実会は知ってる、覚えてるということも大事ですけれども、私たちが常にそこから自分自身を顧みつつ、主の憐れみを祈っていく、そのような戒めとして覚えていこうではありませんか。お祈りを捧げます。聖日礼拝の旅に救いの神様を礼拝し、誠の安息と自由を喜ぶ共同体となりますように。神様への愛が親や兄弟を愛する具体的な行動につながりますように。欲深い私の本性が主の愛によって消え去り、主の愛を隣人に豊かに注げるよう成長させてください。主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。